今回の旅の目的地は日本の北の都、札幌です。おはようございます。北野有央奈です。私は今北海道札幌にいます。で、今日は札幌の街を一日回っていこうと思います。早速行ってみましょうはい、ということで早速散歩スタートです。天気も良くていい朝ですね。今日はたくさん美味しいものも食べようと思います。まずは札幌駅から町の中心部踊り公園に向かいます。歩いて10分ぐらいの距離にありますよ。札幌駅からまっすぐ行くと大通公園に着きます。はい、ここで地元の方々に愛されている大通公園です。ちょっと大通公園撮ってみましょうか。はい、大通公園です。目の前に見えるのはテレビ塔さんです大通公園は札幌の中心部にある自然豊かな公園です。ビアガーデンやお祭りなど様々なイベントも行われる、町の人に愛されてるスポットですね。もう綺麗な紅葉が染め始めてますね。これからも美しいシーズンになります。紅葉のシーズンです。はい、ということなので、もう早速ここ近くの場所で朝ごはんを食べに行きたいと思います。で、どういうところかというと、もう新鮮な食材が集まってる市場なんですね。そう、ちょっと向かっていきましょう。テレビ塔の裏側歩いてすぐの場所に目的地はありますよ。で、ここで蘇生川沿い、ここですね、まっすぐ行けばすぐ着きます。よし、行きますか。地図で見るとこんな感じです。歩いてすぐの場所にありますよ。二条市場は札幌で、まあ、有名な市場ですね。で、そこで魚介や魚とか買うこともできるんですけれども、食べることもできますね。そうなのでそこで朝ごはんを食べようと思います。もうすぐもう見えてきましたはい、着きましたよ。ここですよ、二条市場です。二条市場は札幌で100年以上歴史のある市場です。市民の台所として愛され続けていますが、場所の良さもあって今は観光客や旅行者の方がすごい多いですね。私は札幌に住んでるんですが、実はちょこちょこお買い物に来てます。今日水曜日なのでなんかやってないお店が多いですね。でも私は朝ごはん食べたいお店は少し穴場的なところにあるので、そこ行きたいと思います。着きました。え、ちょっと待ってください。やってません。閉まってます。おお、これはちょっと予定が狂んじゃったんだな。わー、そう、ここなんですよね。元年っていうお店なんですけれども、ここ地元の方に人気な場所ですね。ここに行きたかったんだけど、定休日は水曜日です、はあ、また来ようじゃまあ仕方ないですね、私のミスだちゃんと調べてから行けばよかったのに。まあまあまあ、ってことはちょっと他のお店を探そうか。結構いろんな美味しい匂いがあちこちから漂ってるので、きっと何かありそうだね。はあ、じゃあ、あそこちょっと行ってみましょう。
なんか結構人も集まってるし、気を取り直してお店を探しましょう。ちょっとブラブラしてたら気になるお店を見つけました。どん兵衛さんです。値段も割とお手頃な感じだと思います。わあ、ここはね結構美味しそうなのでここにしようかと思います。よし、決まりさあ、どのお店なんだろうでしょうね。楽しみだな。私は知らなかったのですが、ここかなりの人気店のようですね。あ、お腹が空いてきました。それではお邪魔します。二条市場は高いとかぼったくりってイメージを持っている方もいるんですけれども、実際は手頃な価格のお店も多いですよ。観光地でこの値段だったらコスパ良いと思います。まあすっごく高いお店もあるんですけどね。ということで私が注文したのはこちら、特選札幌朝一丼なみです。わー、輝いてますね。イクラもウニもカニも乗ってますね。ちなみにお汁もついてますよ。いただきます。それじゃあすごい豪華な丼ですね。いただきます。おいしい。ネタが新鮮で臭み全くないし、とっても美味しいです。ご飯は酢飯ですね。とろけてる。しみる。ちゃんとウニも乗ってますね。コスパがいいですね。おいしい。おいしかった。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、結構エネルギーが満タンですねで、ここから散歩を続けたいと思います。ちなみに結構ボリューム満点です。容器もしっかり大きいですよ。すごい美味しかったです。お客様からです。ありがとうございます。わあ、結果オーライですね。すごい美味しかった。来てよかったなもう一つの美味しいお店を獲得しました。知りましたねじゃあちょっと大通り公園の方へ戻りましょうか。札幌の街中は、まあ、こうギュッとなってるのでいろんな観光地が街中にあるんですね。で今私大通り公園の方に戻ってきたんですけれども、ここ大通り公園の近くもう一つの、観光地があるんですね。それは時計台です。札幌時計台、その正式名称は旧札幌野賀湖演舞場です。こちらの時計台なんですけれども、昔は時間を教えたりしてたんですね。まあ、今も1時間ごとに鐘になったりしてるんですね。ポーンポーンってなってますね。インターネットでもがっかりスポットっていうのを書いたりする記事見たんですけれども、まあ、時計台はですね、もう時計台の歴史を知るととっても重要な建造物だなって分かることができると思いますね。まあ、実はですね、中に入ることができるので行ってみようかと思います北海道大学の前身である札幌農学校の施設として明治11年に建設されました。はい、それでは中へ入ってみましょう。で、入場料大人は200円です。1階は展示室となっていて、札幌の歴史や時計台の当時の様子を知ることができます。
2階もあるので上がってみましょうか。2階のホルは明治時代に授業などを行う講堂として使用されていた場所です。現在は夜に講演会や演奏会にも使われています。時計台は今も昔も札幌の人々と一緒に時間を過ごしてるんですね。中はこんな感じでした。はい、ということでせっかくなのでここの近く北海道大学というところがあるので、まあそちらにも行ってみようと思います。もうちょっとお散歩ですね少し歩きますか。札幌駅の北側にある北海道大学に行ってみようと思います。はい、到着しました。こちらは北海道大学です。中へ入ってみましょう。私はですね、今北海道大学のキャンパス内にいるんですけれども、北海道大学は北海道で、まあ、有名な大学ですね。しかも日本全国も有名ですね。でここで歴史と自然が豊かな場所なんですけれども、もうキャンパスは非常に広いですね。と私特にここのエリアがすごく好きで、北海道大学は日本の大学の中でもかなり大きい大学です。敷地内はとっても広く、循環のバスもありますよ。北海道大学はなんかもう観光地の一つにもなってるので、まあ一般の方々も北海道大学のキャンパスに入ることもできるんですね。もうちょっとキャンパス内に回ってみましょうか。すごい綺麗ですね。でまあここキャンパス内に入ったらなんか朝ジョーギングしてる市民の方々とか、あと授業へ急いでる学生さんたちとかで、あとゆっくりこう写真撮りながら散歩してる観光客さんなども、そういう風景を見ることができますね。私結構好きですね、ここ散歩するの。なんか懐かしいです。私はもう数年前はここでもう北海道大学で勉強したことがあるので、なんかやっぱりここに来ると自分の学生時代を思い出しますねとってもいい時代でした実は北海道大学のキャンパスの中では北海道で有名なコンビニエンスストアがあります。それはセイコマートですね。でもこれもなんかもう観光地の一つになってるんですけれども、ちょっと中へ入ってみようかと思います。もう2階でテラスがあるので、そこに座って食べることができますね。 OK、 入ってみましょう。セイコマートは日本の中でもとっても人気のコンビニです。顧客満足度全国1位を何度も取っています。人気の理由の一つには美味しい店内調理コーナーがあります。私もせっかくなので買いました。ドサンポテトのフライです。それじゃあいただきます。ポトシェフっていうあの店内で調理をしているコーナーがあるんですね。いつもホクホクで温かいままでジャガイモを食べれるんですね。いただきます。コンビニで出来たてのお素材をこの金額で食べれるなんて本当にありがたいです。私は腹ペコの時に何度も助けてもらいました。美味しかった。
少し一休憩ができました。さあそれじゃあこうまっすぐ行ってもう一つお見せしたい場所があります。もう一つお見せしたかった場所はこちらです。ここはですね、有名なイチョウ並木です。まだそんなに色が変わってないんですけれども、もうちょっとしたらここの並木は全部綺麗な黄色色になります。前の映像があるのでそれをお見せしますね。秋になるとこの景色を見ることができます。夜にはライトアップもされるので、時期が合えばぜひおすすめです。さあなんで私は北大エリアに来たかというと、もう一つ理由があります。それはこのエリアは美味しいご飯屋さんが多いです。で、私のおすすめのお店があるのでそこに行ってみましょう。本当に近いです。着きましたよ、ここです。私の大好きなココロっていうスープカレー屋さんです。はい、こちらはカレー食堂ココロです。もう本当にこちらのスープカレーは美味しいんですよ。じゃあ行ってみましょう。スープカレーは北海道のソウルフードです。こちらのお店は食材にとってもこだわっているようです。2017年にはミシュランガイドにも掲載されています。ここで食べれる北海道野菜をたくさん使ったスープカレーが絶品です。お腹が空いてきました。はい、私が頼んだのはこちら17種の野菜のスープカレーです。スープはサラサラなんですけども味が濃厚でスパイシーです。そしてこのご飯はとっても美味しいです。ゴロゴロとした野菜は食感を楽しむことができます。見てください、このジャガイモ。このスープカレーはまるで北海道が丸ごと詰まっているようです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、すごい美味しかった。お腹がいっぱい。あ、なんか幸せな気分ですね。それではもう一度街中に戻りましょう。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますね。まあ食べてばかりですか。はい、もうすっかり暗くなりましたね。で、もう夜ですね。これからもう札幌の有名なすごく綺麗な場所に行ってみたいと思います。ここから市電に乗って行きますよ。次は無料のシャトルバスに乗って目的地に移動します。目的地は藻岩山です。バスが来ました。あっという間に。はい、到着しました。藻岩山ロープウェイです。ここから藻岩山の上に登って日本新三大夜景の札幌の夜景を見たいと思います。ミニケーブルカーへの乗り換えとなっております。
うっすらと綺麗な景色が見えてきましたよ。うわー、すごい綺麗。綺麗に輝いてるな。いや、まあ初めてではないんですけれども、でも毎回来るときすごい新鮮さが感じるんですね。飽きないですね、この景色で。ここはね、幸せの鐘があって、もうみんなやっぱり幸せになりたいからどん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 鳴らしていくんですね。いや、すごい綺麗ですね。うわー、こう街全体的に輝いてる。宝石みたい、綺麗。いや、まあまあまあ、でもここで終わりではありません。そう、なんかね、私ね、お腹が空いてきちゃって、これから街中で晩ご飯食べに行こうかと思います。はい、それじゃあ行きましょう。札幌の夜景はとっても美しいですね。街中から簡単に行くことができるので、皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。はい、ということで私は街中に戻ってきました。今は私は札幌のすすきのというエリアにいるんですけれども、ここでいろんな飲み屋さんとか食べ物屋さんがある場所なんですけれども、この辺で晩ご飯を食べたいと思います。すすきのも踊り公園から歩いて行ける距離です。あ、発見した、これです。炭火焼きジンギスカン山香さんですね。ここがすごく美味しいらしいので行きたいと思います。炭焼きジンギスカン山香です。実は Twitter で皆さんにおすすめのお店を聞いたところ、こちらが美味しいと評判だったので来てみました。さあ、ということで、まずはとりあえずビールですね。じゃあ乾杯。うまい、美味しいな。では何を注文しましょうか。メニューはかなり良心的だと思います。私が注文したのはこちらの盛り合わせです。マトン、生ラム、ラム肩、バラ肉のセットです。だいたい2人前ぐらいあるみたいですね。そしてジンギスカンといえばこちらの鍋ですね。この鍋で焼くと肉の脂が下の方に流れ落ちます。そうするとお肉も美味しく焼きますし、鍋の外側にある野菜はお肉の脂で香ばしく焼きます。ナイスな発明ですね。いただきます。おいしい。おいしいわ。肉はね、臭みがなくてすっごいこう肉肉しい歯ごたえがあって、おいしいわ。ビールが進む。マトンが脂が乗ってて美味しいわ。ちょっと気になったメニューがあったので注文しました。ラムのパリパリ焼きです。
鉄板でパリパリになるまで焼きます。美味しそう。さあいただきます。もうおいしい。焼き餃子みたいな感じで、ラム肉の餃子みたいなものなんですけれども、これがジューシーでとっても美味しいです。180円というのも嬉しいですね。中にもラムが入ってて美味しいですね。全然臭みがない、めっちゃいい肉ですね。サクサク美味しい。そして締めにとっておきを注文しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あがりラーメンです。さっき食べてたジンギスカンのタレにだしを追加してもらって、でそこにラーメンをつけて食べる。すいません、はい、うん、おいしい。だしはね、肉の脂身があってすごく香ばしいですね。満足度が高いですね。ごちそうさまでした。ちょっと美味しかった。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。超満足です。なんかいい感じの夜になりました。帰ろっか。はい、ということで札幌を一日楽しめました。まあ、札幌はすごい素敵な場所がたくさんあるので、皆さんもぜひぜひ行ってみてください。で、私はもうここで住んでるのでお家へ帰ります。それじゃまたね。パカパカ。